父が死んだ。自殺だよ。何？アスカ教授が？ガソリンをかぶって火をつけた。黒焦げになった父の死体は体重が生きている時の倍あった。父は遺産を残した。恐ろしい遺産を。不動明、君にも父が残した恐怖の遺産を受けてもらいたい。俺は親友アスカ亮の奇妙な言葉に誘われアスカ邸へと出向いたのだった。この後起こる俺の運命を大きく変えるような出来事があるとも知らずに。遺産を受け継ぐ前にお前に見てもらいたいものがある。来てくれ。何に見える？悪魔。地球の先住人類デーモン、すなわち悪魔。フド、これをかぶってくれ。これをかぶらなければ父の自殺の意味がわからない。外すな。見るんだ。しっかり見てくれ。それが悪魔の世界だ。俺たち人間が武器を持ったようにデーモンは合体能力を持った。おそらく何千年何万年と経つうち俺たち人間の想像を超える能力を持つ怪物に変貌していったに違いない。気の弱いお前にはちょっと刺激が強すぎたかな。悪魔が本当にいたなんて。突然地球を襲った氷河期がデーモンの歴史を止めた。だが氷に閉じ込められたデーモンは何万年もの時を隔て現代によみがえろうとしている。人間から地球を奪い返すために。嘘だ。なぜそんなことが断言できる。父が自分の体を犠牲にして分かったことだよ。父はデーモンの思考を探るためデーモンと合体した。遺書と日記から事件のすべてが分かった。なぜ父が死ななければならなかったのか。そしてデーモンと戦うただ一つの方法も。それが父が残してくれた遺産だ。恐怖の遺産とはそれのことか。そうだ、そのことだ。来てくれ、力だ。